はい、皆さんこんにちは。イラストや風の画像が簡単に生成できる AI イラストや、これがすごいので早速紹介をしてみたいと思います。で、自分はこれすごいんで、もう早速有料版に登録してしまったんですけど、無料版の場合には20枚まで生成ができます。で、ダウンロードは3枚までとなってます。はい、では早速やってみますね。まあ、使い方は簡単で、この YouTube の概要欄にイラスト屋の、ね、URL 貼っておきますので、そこをクリックしますとこれが開きます。で、あとはね、ここに作りたい画像を入れてあげると、例えば学校の先生なんで、教室で学習をしている生徒たち、はい、こんな風に入れます。で、生成画面へと、はい、そうすると今ここにプロンプトって出るんですけど、プロンプトって何かっていうと、まあ、AI に指示するための指示文ですね。はい、で、これを、で、AI でプロンプト最適化ということで、これを英語にしてあげます。英語にすると反応が良くなるということなんでね。はい、で、最適化して、これ英語化されました。はい、で、あとはですね、ここですね、縦横比をどうするか、例えばまあ4対3で生成枚数、無料版の場合は20枚までですので、まあ、ここ節約で2枚としておくといいと思います。では生成します。はい、で、30秒ぐらいかかります。ちょっと待ちましょう。はい、できました。すごくないですか。ほら、これできてますよね。で、ちなみにこれ透かしが入ってるんですけど、ダウンロードすると透かしが消えます。で、これで保存しますね。はい、それでこれ、はい、開くとこのように透かしが消えますので、まあ、これでリアができると。もう1枚の方もそうですね。こちらも、はい、こんな感じでできるということです。まあ、このように、まあ、おかしく、ね、なってる場合もあるんですけど、その場合は、まあ、再度生成してあげればいいということになります。で、他にどんなことができるかというと、まあ、実際に撮影した写真とかね、人の写真を載せてあげて、それをイラスト屋化してくれるということなんですよ。例えばこんなふうにね、ここのところに学校の女性の先生、こんな風にしてあります。それで例として画像アップロードで、例えばこういう先生ね、はい、こんなようなまあ先生とします。はい、それでまあ縦横比はこれでいいと思います。じゃあここでちょっと多めに作ってみますね。はい、4枚としてみます。はい、有料版なんで無制限なんで、ちょっと多めに作ってみますね。で、たくさん作った中で、まあ、いいのを1枚選ぶという風にした方がいいと思います。はい、はい、そうするとこれをもとに、はい、できました。これなんかあれですね、ちょっと直前のやつとちょっとなんかあれかな、直前のプロンプトが入っちゃってるのかな。はい、これ思った通りのができなかった場合は再度生成してあげると。はい、で、生成しますね。これいくつもやってあげると、まあ、気に入ったのができてくると思うので、この中に気に入ったものがなければもうどんどん作っていくというふうにした方がいいと思います。はい、こんな風に何枚か生成して、まあ、気に入ったのがあったらね、例えばこれが気に入ったならば、これをダウンロードしてあげるという風にした方がいいと思います。はい、ではね、風景画とかどうか見てみますね。例えば、まあ、学校のこの文集のね、表紙にするために、例えば学校の写真をクリックして、例えばこんな写真ね、はい、こんなまあ写真を載せます。で、ここでは、はい、学校の、まあ、校舎、こんな風に入れてあげる。で、AI でプロンプト最適化してあげます。はい、このようにすると、まあ、精度が上がるというんでね。はい、それでここで今回は5枚ほどね、自分は作っていますね。で、生成とします。はい、はい、そうするとできました。はい、これ元の画像何かっていうと、こちらですね。こちらなんですけど、はい、で、これを元に、まあ、これと似たものがね、できたということです。これとか似てるんじゃないですかね。はい、で、できたらこれをダウンロードしてあげるということです。はい、これで利用ができますね。はい、こんな感じです。はい、で、これで、はい、元の画像がこちらですね。元の画像が、はい、こんな感じなので、はい、雰囲気似てますよね。木があって真ん中に建物があるというような感じになってます。これめちゃめちゃ便利ですよね。では最後に、じゃあ自分の画像やってみますか。これ自分の画像ですね。自分の画像をちょっとやってみたいと思います。で、ここではピクチャーで、はい、例えばこれにしますかね。はい、はい、これで開きますね。ではですね、学校の優しそうなハゲた先生の上半身の画像、
でこれプロンプトのコストとしては、例えばハゲだとかね、そういうふうな具体的なものを入れてあげると、まあいい画像ができます。はい、優しそうなハゲた、上半身の画像としてあげると、今顔しか写ってませんけど、これでできるでしょうか。はい、やってみます。はい、そうするとこうできましたね。はい、なんとなくこれ上半身っていうのはこれ向こうのようですね。この元の画像の形と同じですね。はい、こんな感じ。あ、これあれです、最適化するとできるかな。じゃあ上半身じゃなくて、はい、ハゲた先生で、ここが例えば全身の画像、はい、こんなにしています。それでプロンプト最適化していますね。日本語のままでも結構できますね。はい、で最適化してあげると。はい、じゃあこれでどうでしょうか。でこれで生成しています。はい、あ、やっぱりこれ全身とかそれはできないようですね。はい、このまあ写真からしかできないようなんですけど、まあ、元の写真をねしっかりやってくれれば、まあ、ちゃんとしたものができるというふうになるようです。はい、いかがでしょうか。これいくつかやってね、気に入ったやつができたので、これをまあ YouTube のサムネにしたいと思うんですけど、まあ AI なんで、もうあの想像した通りのね一発でできることないので、まあ何十回か繰り返してみて、その中でいい画像をまあ生成して、それを使うといいかと思います。はい、今回は AI イラスト屋の紹介でした。それではまた、じゃの。はい、これイラスト屋で作ったこの顔の部分ですね。この顔画像の全身をまあ作る場合にはですね、フォトショップのベータ版ですね、これを使ってあげるといいですね。でこれ生成したやつを開いてですね、はい、ここで切り抜きがありますから、ちょっとこれ縮小しますね。縮小します。はい、はい、開いたならば、はい、生成拡張ですね。はい、ここで、はい、こんな風にまあ適度な大きさにねこう開いてみると。はい、そしたならば背景これ何もなしなんで、これで生成としてあげます。はい、そうすると、まあ、こんな風に、まあ、あの上半身の画像が生成できるということです。でこれ他のイラストも多分できますね。これ例えば、まあ、さっき生成したこちら校舎の画像もね、はい、これで生成拡張というので、これをこんな風に広げてあげると、はい、広げてあげて、はい、でさらにこれ上の部分もね広げてあげると、はい、でこれでどうでしょうか。ちょっとこれ縮小してみますね。これで縮小してみるとこうなんですけど、これでできるでしょうかね。はい、はい、そうするとこんな風に、まあその外側ですね、イラストや作った、まあ、外側の部分までこうあの表現することができるということなんで、参考にしてください。それではまた、じゃあ。